はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は水曜日おもしろ福祉の時間です。今日は私穴澤雄介がパーソナリティを務めております NHK 視覚障害ナビラジオリンクスクエアでリスナーさんからいただいたご質問、穴澤さんはどのように爪切りやひげ剃りを使っていますかというご質問について、動画付きで詳しくお答えしたいと思います。もうね、すでにラジオの方では、このご質問についてお返事してるんですけれども、ここでは動画付きで、そして私と同じように視覚に障害のある方、特に、中途失明でこれから見えなくなっていく方とかに、爪切りとかひげ剃りとかどういうふうにしたらうまくいくよっていうね、ことが分かるように、動画付きなんですけれども音声だけでも見えない方によく分かるように説明していきたいと、ユニバーサル放送スタイルでお届けしていきたいと思います。で、前回爪切りをお届けしましたので、今回はひげ剃り、はい、私はですねひげが濃いんですよはい、なのでね、もうひげ剃りは毎日、下手すると1日2回剃ってる時もありますけどね で私がおすすめするのはカミソリと電気の両刀使いです、ね、はい、まあ全盲でもね、こうやってひげがある場所っていうのはこう顔を撫でれば分かりますのでね、ザラザラしてますので、はい、どこがひげが伸びてるかっていうのは分かるわけですけれども、私はそうですね、毎朝シャワーかお風呂か入った時にまずカミソリで剃っています。まずは顔を温めた方がカミソリ負けしにくいので、一回ね石鹸で顔を温めがてら、顔を洗いますね、お湯でね、はい、その後ひげがありそうなところにまた石鹸をつけてですね、はい、でこの T 字のカミソリで、剃っていきますね。でまあ私はですね、もうこのいわゆる T の字の下の長い棒の方ですね、まあ、ここを持ってこの下に下の柄の方に向かってこうやって剃っていきますよね、はい、そうしないと横に動かすとこれ切れちゃいますからね、カミソリでね。なのでこうやって下に動かしていくわけですが、この柄の先端に近い方を握った方がテコが効くから力いっぱい剃れますよね、だけどここを持つと割と力加減がわからないというか、力が入りすぎてしまったりするので、結構ね柄の上の方を持って、比較的もう顔にかなり近づけたところを持って剃るようにしています。その方がね力加減が狂わないので、そのように使っています。で私がおすすめするのはこのカミソリの時点でそこまでね一生懸命剃らない、あまり、まだこの辺って言ってこうしつこく剃ってると出血してしまいますの で私は心臓 の, 関係もあって血液が固まりにくい飲み薬を飲んでいるので人一倍私出血しやすいんですね、だから本当カミソリではもうさっ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 とね、ざっと剃って残ってるなと思ってもそんなに無理をしません。でお風呂上がって顔が乾いてからこうやって撫でて、あ、この辺がまだ残ってるなという部分だけを仕上げでこの電気シェーバーで剃っていくと、ね、この両刀使い、ね、これをするとですね、あまり失敗せずに無理なく剃れると思います。ということで今日は、動画付きで、全盲の人でもこのようにひげ剃り使えばうまく剃れますよという方法についてシェアさせていただきました。いいねボタンやチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。